画竜鏡ですね。竜のような感じに見えるっていうことかなですね。で、天正17年に秀吉が造営した三条五条の両橋の橋脚の部分を使ってそうです。こう気あるものなんですね。ちょっと渡っちゃっていいんですね。でもちょっと気をつけてくださいね。一応歩幅にはなってますけど。竜が如く。